もの。こんにちは、ご訪問ありがとうございます。猫族です。EF6627 号機や黒磯訓練の他に撮影した列車をまとめました。田植えをしたばかりの水面に映る車両の姿もとても綺麗でしたので、どうぞご一緒にお楽しみください。それではまた別の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。